では早速こちらの方から行ってみたいと思います。今週のチャイワル先生の一発予想。こんばんは。こんばんは。今日は医者さんはアゼルバイジャンね。アゼルバイジャンにね。で2人でねはい。頑張っていきましょう。そうですね。重要なね、ねえー、あ仕事がありまして。はい、はい。で先週ちょっとねごめんかけましてね。はい いらっしゃらなかったですね。あのちょっとね、母親がね亡くなったんでね、ちょっと皆さんからあのにぎらいのメールとかね、いっぱいいただいたんでどうもありがとうございました。そうです、こちらの方からもね、メッセージをあの送らせていただきまして。ただ今日はね、あのすごいいいことだったんですよ。あ、いいことありました。すごいことだった。あの約五年ぶりかな。はい。なんでしょう。五年ぶり。うん。五年ぶりぐらい。五年ぶりに自分の。 初恋の質あったと。違う違うそんなじゃん。違います。あのねもうあの時間がないから結論言うとる。五年ぶりにねあのイカメラ飲んで異常なしと言われた。ああすごい。もう堅苦なにね拒否しててねあの今日はいだったんですか。いだったいだもう今日ももうもう間の十分間ね。はい。もうあと四五年やんなくていいかなと。ええ本当にちょっとあの引き締めてね。うんあの体調も万全だしね頑張っていきたいと思います。はい元い元気ですね。いいことです。じゃあちょっと先週をね簡単にね。 えー、これ、アンジー見て月曜日、はいえー、ドイツの、ね、連立するとかしないで一、うん、回、ユーロがどーんと下がったんですよ。はいうん、で、一番下見てください、はい、あの今度は連立しますよと。 メルケルさんの与党とあと、社会保守党かなここが一応くっつくんじゃないかということで連立がうまくいくということで金曜日の倍返しというか3倍返しぐらいユーロが上がったねいうふうなユーロに挟まれた1週間と。 その間にね、の中銀とかね、オーストラリアのね、あと FMC の議事録とかいう状況だったんだけど、相変わらずちょっとやっぱ、どれが弱い、弱いなかなか上がってくれない、そうですね、そこもいろんな世界との連動があるからっていうのもあると思あとでね、お話しするんですけどね、10年に1回ね、金融ショックっていうのがね、何々7年、今、2017年でしょ。年 それを10年おきにね、異変っていうかね、これの出来事がね、あとで今しゃべると答えになっちゃうんで、後りますよねそんな中で今、主要産通貨をね、ちょっといつものグラフね、持ってきたんですけどね、と米ドルね、水色、ユーロが赤、トルコが紫とね、すごいでしょ、トルコ。 もうあの上場来安値はとっくに抜けてて要するに、もう一番今が安い、今が安い、すすすごぎまねちょっとね、上場したは四は44.50ぐらいだったんで、今が28.30とかね、20とかね、ちょっと信じられない状況で、これ、どこまでいきそうなんですかというかね、ちょっとね、変化球でいうとね、メキシコがね、上場されたでしょ、メキシコも言いさや上がんないの。 一切上がらないんだけどトルコが勝手に大きく下がってるもんだから今までトルコを買ってた方がパンクしたりとかもうだめだということでそう地道に買ってるメキシコも新興国なんでね下がなくちゃおかしいんだけどなんとか持ちこたえてるそれはトルコとのあとランドもこの間切り替えしてね1回当たったでしょ ものすごい当たりだったじゃないですかし先週末ね暴落、急落というね新興国はねだから確かにこれドル主体の相場から変わってきて前回もお話したと思うんですけどドルが強烈に弱い時ユーロを買われるというねもう方程式ねこれ年内年明けまで続くでしょうね今もさっきのね3か国の3か国というか3つのチャートのところでそうですよね。ユーロががだから上って ドルが下がったというね、まあ、はい、ユーロドルもあのたった一日でね大きく切り返してるんだよね。やっぱりそれにはドイツの影響というのはあるんですか。うん、いやありますあります。当然あるね。うん、ただまあその連日組んだからといったら材料出尽くしでしょう。はい、でいろんな問題あるからね、うん、ちょっとだからユーロ買いをこのまま進めるってわけにはいかないね。先生おもにね進めないでドル押しの時が良かったですよね。高い時のね売りをね推奨しますよね。うん、ただもうドル自体が今もね弱小とは言わないけど弱いんだよね。いつあの復活するんだろうか。 ね、そうですね、チャート見るとね、不安定な感じはしますよね。で、ちょっとね、株ね、株のはどう、どうなんだろう。株、これ見て。ちょっとね、あの、二万三千三百八十二円かな、あの、上髭ね、のつけで。一回ドーンと下がって、また戻ってみたいな、いうふうな形ですよね。ちょっと、だから、落ち着いてきたっていうかね、あの、弱いとは言わないけどね、あの、ニューヨークダウも、今、止まってる、状況でしょはい。 だから、ちょっとまあ為替との関連性もあるしね。うん、あの、どうだろうな、日本株は。年末まで、にちょっと調整安で。見た方がいいんじゃないかなというね。本当ですか。ところのね、勢いとは全然違います。今ね。一回ね、ものすごく上がってね。うんうん、で、どうなるのかなと思ったら、ちょっと下がってきてます、ね。そう。で、今もう人気分散されてね。今日なんか、ビットコインなんかあるでしょ。うんはい、今日最高値更新したみたいなね。 すごいねね本当に、ね、今もう周りは皆さん仮想通貨結構いろんなこと言われてますけど、ねうん、だから貯金,、うん、貯金しかやらない人とかね、うん、あとじゃあ株の方がいいやとか、うん、コモディティがいいやとか、うんね、でもあれもこれもなかなか金もあのプラチナもね今、うん、コモディティもなかなか動かないんで、うん、そうでですよね,ねで原油がピクピクってくるだけなもんだから、うん、じゃあビットコイン買っとくかみたいなね。 いうふないやそういうふな流れもさっきのメキシコじゃないけどね。うん。だから今余ってるお金をどこに持っていこうかというね。なるほど。これでだから要は主力通貨とかあのメジャーなねこういったあの通貨も動かないというね。なるほど。いうふな形ですよね。それもあってそのビットコインの方にお金がちょっと集中。いやもうあの十分あると思うんですね。なるほど。今後どうなるんですかね。でこの問題のドルですよ。これ見てくださドル。ねあのいつも言いますけどあの。 えー、教科書っていうのが今どんな感じだとするかというとちょっと下向きなんですよ。はい、なってますよね。ねで、うん、111.05が、うんえー、23日の休み、ねはい、下手するとちょっと今晩でもまた抜いてくるかもしれないけど111.2830ぐらいかな35とかね、うん。平均線の下の方に、ね。そうだ通常ねあのー 大陰線で一回ポンと抜けた日ね、はい、あのそこで要するに脱会というかね、うん、切り返していればまだいいんだけどもねまあ何せあの今アメリカの方ではね、うん、税制改革のね、うん、問題があってね、はい、月末まで何とかするって言ってるけども議会これ通りはしないでしょこれ<ー>そうするとまたそのまま12月相場に突入するでしょ、うん、突入するでトランプさんの疑惑ね これれも全然解消さてないそうですねいつもいつもそれう出てきますよね。じゃあどうだって言ったらね12月の2週の雇用統計待ってましたで大活躍するかって言ったらこの3か月間も全く駄目のね影響しない影響しない3番目に書いてますよね来週の話になるけど26万1000人必要がすか横ばいかちょっとよくなるかなという感じなんだけど。 ちょっとこのね、少々な数字だったらね、買われる材料ではないよね、だから瞬間当日だけは買われるかもしれないし、で FOMC ね、0.25利上げって、もう何ヶ月前から言ってるんですか、これはずっと今、言われ続けまよて、もう月もかしつこいっていうぐらいね、分かったから、う今日上げればいいじゃないかというぐらいのね、そうですね。だからまあ、これはまた来週でもお話しますけどね、FOMC で0.25上げたところで、ドル上がりませんよ。 動かないです。そう、あの、その後に、要は、あの、三月とか六月とか節目の時に。あの、来年二回上げるとか、三回上げるとかね、この話題が出ないと上がらないでしょもう、これ、はっきりと言います。あ、そうですか。ってことは、結構、こう、ドルが上がってくる要素っていうのは、あまり。ちょっと、今、もう。ない、ないね。ない。ない。 だからこういう時計が50万人とかね0.250.5%上げるとかねそれすすごいでねありえない話でそれがちょっと今重たい動きだからねちょっとチャートを見てもらったらさっきちょっと書いてもらいたいんですけどこういう状況だったらねもう天井をつけて要はダブルボトムとかダブルトップとか前勉強してこれ何回も出してますでしょ。このペースでいくととちょっっやぱり円 我ね必死かなというふうなチャートですよね、これねうんそうですね、うん、しかもだから今週、ねはいえー、はちょっとあの強烈な介在量がないんでね、今週が一番危険だと思うんでね、うんそれにちょっともう寝ごろ感で、ね、買うのだけちょっとやめといたいなるほど、いつもだと、ね、雇用統計のところでね、うん、結構こうあのすぐに飛びつかずに、ちょっと待って、で動きを見て、うふううってますもデイトレードで、ね、行ったほうが一番いいんじゃないかなと。はい、あまり 気になならいといいうか、影響がやだから今年最後の主要でもあるからね絶対に大事なんですよでさっきね話したねこの七の月日って言ったらあのねえっと九1987年十七年ブラックマンデーが暴落ですよねでその後、九97年にアジア通貨危機って言ってタイのバーツなんかが大暴落して。 ウォンから,からフィリピンの通貨からなんかあのインドネシアとかね全部急落したというねでこの2007年は何かっていったらサブプライムあったでしょその前にねあのパリバショックっていうかな,なんかあのフランスのパリの方でねあのきっかけ作るあのそういうふうな急落があってでそれからサブプライムに移行したという、ね。 いう形ですよだから年に回こういうふうな部分もあるんでなかなかちょっとドル買いっていうのはおすすめしづらい環境かなもしかしたらその10年のその2017年の最後に何かが起こる可能性もあるし今あのだから冷やしのチャートでいってもなかなかねちょっと今改札視をできないというね不安がありますよね。 だから少なくても今、止まってればねこのレンジ内でなんとか止まっていれば110円割れないでそうすると何だかの f m c だなんだもう一つはクリスマス商戦が入ってるでしょねだからこの辺の景気は一時的であれ上向いてくるの間違いないんだよねその辺が後押しになればね12月中旬以降は値段を見てちょっとドルも狙い目かなとこううういいふに思ますねそんなことを聞いてると。 ユーロの部分が今こう上がってきてるんだとしたらユーロがもうちょっと上がっていくような予測になるのかなみたいな思うんじゃ結局だからそのねドイツが連列を組んだところでドイツはドイツでしょあとじゃあフランスだあとスペインだカタルーニャとかなんだかんだあったでしょいろんな問題があるしあょうもの連合国っていうかそんだけ何か国もある。 中でねドイツは景気いいわけだからだからあくまでもドイツだけの材料として見ちゃダメですユーロ圏でで見見ていいかなと全体るそううだからアメリカなんか簡単なんですよ景気よくなって金利上げていけば相場も上がっていくしそのうちだから安倍さんも消えそうになってるけどもねトランプさんだってああいう疑惑なんかがね解消されてきてで税制改革なんかが。 ね、太いパイプっていうかボーンとあのいつまでやりますとかいうことが決まればね、うん、あのもう止まると思いますよね、うん、いつかは分かんないけどね、うん、ただちょっと年内いっぱい厳しいんじゃないかなという本当ですか分かりました、うん、じゃあこんなお話を聞いて、はい、今週はねどんな予想が出るか早速いってみましょう、はい、え今週の一発予想はこちら ラランンンンドドねこの間出た時もねランドインって言ってねあれ当たったんですよ当たりましたよすごく急激に切り替えしてね今日の午前中もね7.9割ぐらいだったんでこれはねもうこれ作ってもらってるの川島なんだけどランドイン買いだよとお客さんにも勧めていいんじゃないかと今日朝からもね騒いでた騒騒いいいででたらっししゃま朝とかにね午前中とかに勧めたお客さんは今もう8円乗っかってるの そうだからあの100ポイント上がってるんでね、うん、あのこんなに上がると思わなかったらちょっと差し替え聞くんだったら差し替えしてもいいかなと <laughs> これ聞かないんで生放送なんでね。<laughs> どうしますか、だからちょっとね8円じゃない応八円割れのね押しめ買いを推奨してねなるほどこの間格下げになっちゃってねまあ分かってたことなんですよ S&P 格下げして他のところもヒッチとかも下げるとかねいうこと言ってて分かってたことなんだけども週末になったんでストップんな下げあの下げ大きかったんでね今買い戻して戻ってるんで。 じゃあ今はそれに乗っちゃって新興国ではもうランドが一番好きなんでね。最近ちょこちょこまた聞くようになりましたもんね。だからまあこれもまだね、あのチャート的に一時的なあの先週一本の大インなんでね、あのちょっと買って買ってもらってね。また上がってくる。セカンド通貨としてね。セカンド通貨。メインじゃなくてね、あのちょっとやってもらったらあの行けるんじゃないかなわかりました。そういうふうに思います。ランド円外ですね。はい、ありがとうございます。そして最後に今日のお知らせははい。 2日がもう50人だったんですけど100人以上の池部さんとやるんで百何十人申し込みでもうストップしたんですよ、人気じゃないですかそうだからもうちょっと漏れじゃないけどもね一般たくさんのお申し込みの方いらっしゃったり抽せん漏れのお客さんとかもあったんで日曜日も連発でやるんでね連日でう、だからこれはもう私一人でずっとやるんでね。先生がそそそそうううう ちょっとねあの大変ですけどねほんと年末だしねあの、えー、大会場でのセミナーは今年、はい、最後になるんでね、うん、あのまだねこっちの方は、はい、3日の方はねあの何席か行けると思うんでね。 ぜひねまだ空いてますか今半のお弁当ご馳走します公共お弁当付きご馳走しますああいいですよねお弁当も食べながら沢田先生の話を一時にいてこれがうまいしねうん。ただこれを食べた後によくたまにあのふらふら寝る方がいらっしゃるからちょっと注意してもらいてねそうですねそれにちょっと注意してねいい状態でしいていただきたいと思います12月の2位さんね楽しみしてくださいよろしくお願いします連絡はフリーダイヤル0120-864-325までえ連絡をくださいはい。よろしくお願いします沢田先生、今日もありがとうございました